ジオのんべんだらり。みなさんごきげんうるわしゅのんべんだらりの時間です。ごきげんよう。ごきげんよう。こんな感じで始まっていいのかどうかよくわかりませんけど、いい春です。桜です。はい、はい、私は富田に住んでますので比較的桜が身近にありますが、そうですね。なんこのさ朗読みたいな朗読ラジオ聞いとるみたいな。桜ね。そう、そうそうそう、はい、そう桜のね思い出みたいなのが、うん、桜の思い出っていうか花見をさ、みんなするんかな毎年。毎年な。毎年はせんの。え、じゃあ、うん、あのね、どうぞどうぞ。あかりちゃんは身近にやっとったってことやね、じゃあ。そう、毎年するよね。歩いてさ、うん、行って、うん、食べ物なんかお弁当買って持ってったりさ、そこでなんか買って食べたりとかさ、うんうん、するな、十四川でね。うんうんうん。うん、けど、だからまあ思い出は私はいっぱい、春といえば桜、桜といえば十四川の花見って感じなんやけど、みんなどうなんかなと思って。子供の時はよく行ったない。全く全然ない。子供の時近所の公園とか。近所の公園あるけど、もちゃん地元めっちゃさ公園いっぱいあって、 ありとあらゆるところで桜祭りしてるやん。梅とかなんかな、もちゃん、ね、桜も陽気あるよな。あるん。桜の下で、きちん、うん、桜を見に行く、見に行く、うん、下を歩くとかはあったけど、うん、お花見っていうのをしたことは、私の記憶では2回しかないの。あ、でも、桜を見に行くっていうのはあるよ。あの、なんだっけ、海蔵川のさ、いっぱいさ、なんかお店が出て。うん。うん、それじゃん。それはあるけど、そういうのじゃなくて、ちゃんとしたレジャーシートを敷いて、なんか持ち寄ってお花見っていうのを2回しかない。そっか。そのうちの1回が、新入社員で入社した会社で、うん、入社して、1週間も試案うちに、花見って言われ、で、新人は準備して、場所取りして、買い出し行って、うん、あ、すごい、そういうの経験ないわ。なるほど。いやいやいや、楽しそうや。楽しい。なんかすっごい寒かったん、夜で。宇野森公園やったかな。寒いよね。そう、寒いや。やけどさ、なんかついで回ったりとかしやなあかんくて、その時、なんか一発芸みたいなのもしやなあかん。大変やね。私一発芸しろみたいなことすごい囃し立てられて、同期入社の中に、転職してきた二十何歳間の男の人がおったん。でその人が「ここは僕に任せて」って言って、その人がなんか紙コップでなんか雇ったよ。一気飲みした後にその一気飲みしたコップを頭の上に乗せるとか、なんかそんなことしながら洗いを取ったけど。すごいね。頑張ったな。時代や、時代や、時代やな、昭和やな。それぐらい、うん、だから花見は寒いものみたいな感じかな、うん、そうやね、寒いね、間違いなく寒い。そうなんよね、あったかくはないよね、うん、そうなん、ね、そうか、じゃあ来年しよう、花見、十四川でレジャーシート引いて。だからさ、十四川もさ、行ったことないよ、私、うん、え？通っとったやん。そうなんやけど、うん、結構学校の女の子とかは桜見に行こうとか言って行っとったんやんな。でも私は、多分友達がおらん。ごめん。聞いてしまったね。ごめん。あ、聞いてないけど自ら言い出した。だから来年は一緒に行ってくれるかな。いいとも。いいとも。なんだ、昭和。あ、そうね、うん、綺麗やもんね。うんうん、ね、うん、そうしよう、バーベキューしよう。桜は
大丈夫なんやね、うん、なんか手入れせなあかんとかどうとかこうとかっていう話もあったけど、いやいやいや全然心配よ、手入れ、あ、そうなんや、手入れしてるけど、もう寿命がさ何歳までか知らんけど、桜のソメイヨシノで、ね、寿命はあるから、もうそ大正何年かのさに植えた桜で、寿命が来とるし、なんかいろんな、うん、いろんな問題が、そう、植え替えるにしてもアスファルト剥がさな、植え替え、あ、そうやんな、レアンとか、そうそう、なんかどうするっていうところが今すごい富田は今悩んでいる。え、誰の管理なん？十四川の桜っていうのは。十四川の桜は地域の人たちの有志っていうかボランティアでやっとるけど、でも道路はあの市、四日市市の道路やし、そう、いろいろさ管轄が、川はどこ、川も四日市か、とか、なんかそういう川の大きさによって県の川やったり、そうなん、市の川やったりするんやもんな、そうそう、多分全部、そう、全部四日市やけど、かといって四日市が何かするっていうわけでもない、いいとか、なんかそういういろんな話を聞く、あ、でも小さい川であればあるほど結構まあそのままになりがちなんかな、うちの家の前の川は国の持ち物やから、よく国土交通省の車本当にしょっちゅう来てるよ、そうやね、なんか台風とか大雨とかあると必ず次の日見に来るし、めっちゃ手入れもして、なんか草刈りとかも6月に1回、7月に1回、8月に1回来てくれるし、めっちゃな、めっちゃ来るね、もうさ家のど真ん前とかに おじさまたちが草刈りするわけよ、ビーンって、で洗濯とか干しとると目が合うの目が合う、気まずい、そやな、真ん前すぎてな、そうそう、そうやね、そう、手入れするにも難しいね、そうな、手入れ、そうな、難しいけど、エミはじゃあ高校の時に花見はしたん、歩きに行ってなんか多分スケッチとかしとったんちゃう、はあ、それは、ちょっと待って、友達がおるのかおらんのかわからんね、一人いや違う違う、一人で喋っとったわけじゃないよ、多分何人かおって一人でスケッチしとったわけじゃないやねでもさ、一人で私にしか見えてなかったかもしれない怖い、桜の妖精とか今怖い、そう、だから 花びら一つ一つが友達やと思っとっためっちゃ多いやんめっちゃ友達おるやん、めっちゃおるな、すごい、でも思い出したわ、その花見で忘れられやん花見があるわ、一回、子供の時もさ、それは言っとったけど、重視とか言っとったけど、それはな、結婚してすぐか、あれ、そうやな、私12月に結婚しとんで、その年明けた春、旦那さんの実家に、庭にしだれ桜が植えてあったんです、はい、でそれがもう満開で綺麗で、でそしたら私の方の親族の人たちがその桜で花見をしたいと、お前たちの桜じゃないのに言うかみたいな感じでえみが言った嫁いだところ、あれ桜あるって聞いてないか、そこで花見しようってよう言うなと思いながら花見させてくれっつって言って、で両家のおじいちゃんおばあちゃんを呼んで、そしたらおばあちゃんが、私のおばあちゃんが張り切って、うなぎをみんなの分焼くわっつって言って、へーすごい30本ぐらいうなぎを買ってきて、おばあちゃんはあの水産加工のとこ勤めとったもんで、生のうなぎを30本ぐらいもうさばいた状態で持ってきて、その旦那の、私が嫁いだ、同居しとったもんで、旦那の実家のキッチンでひたすら焼き始め、もうもうとうなぎの匂いがし
ってすごいね。でも両家のおじいちゃんおばあちゃん そんなにさ結婚式の時とか喋らへんやんか。やでもうほぼそこがちゃんと喋れた機会やったなっていう感じで、まだ両方のおじいちゃんおばあちゃんが元気やったんよな。もう今ほとんど残ってないんやけど、実を言うと結婚して残ってないって残ってないんやわ、うん、本当におじいちゃんおばあちゃんあもう誰もおらん、あ一人かぐらいかな、うん、でその時はみんな15年前で元気やったでさ、うん、30本20本かな、20本のうなぎ全部でもなくなったんや、うんうんうん、すごない20本って食べるよね、美味しいもんだって。いやうなぎを1本さばいたら、うんうん、どんだけできるんかがわからん。うなぎ一本ってなかなかやで、一人で食べ何切れ、4切れぐらい取れる、もうちょっと取れへん、5切れぐらい取れるか、うん、あの、うん、スーパーとかに売ってるさ、うん、長細いさかば焼きとかっていうのはあれ一本ってこと、うなぎ一匹、あそう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 、一、うんうん、本一本ピューって売っとるやつあるよね、うん、ああ何おったんやろ両家のおじいちゃんおばあちゃんということはみんなおったで、私に、あ、でもおじおば持ったわ、よう来るよな、なんで来たんやろそんなん来たよな、すごいで来て食べとったで、そうか、でも10人ぐらいおったんか、もっとおったかな、そう。とりゃなくなるわ、なくなるな、うん、大好きやもん、うなぎは30本やったかもしれん、うん、20ってことないわ、30本やな、きっとすごいね、そんなめっちゃ豪華やん、うん、そう、そうやってやったんを思い出す、うん、なんであんな美味しいんやろな、うなぎ、うん、好き、好き、大好き、私も好き、美味しいよねうなぎ、苦手のくだりやん今、うん、違う、大好きやさ、好きって言ってきた美味しいやんうなぎ、美味しい、うん、どっち、カリッと、カリッと派、あカリッと派、うん、私もカリッとしたら方がいい、ちょっと待って、カリッと派以外に何派があるんですかなんかカリカリしてなくってさふにょふにょってこと、そうそうそう、へえ、うん、カリッと派ふにょふにょはふにょふにょちょっと私の話聞いて、うん、あ、ごめん、慣れたごめん、来たよ、急にいきなり、はい、いきなり思い出したけど、うんうん、これすごい昔の話で、うん、すごい昔にあのもう結婚する前の話ね、うん、なんかあるこう男の人がご飯行こうって言って、うん、あの、うん、何かあるとかじゃなくて、うん、まあ、ご飯行こう、うん、行きましょうかみたいな、うん、で多分その人は私のことがあんまり嫌いやったんやと思う、なんか多分好きやなかったんやね、うんうんうん、あの私2人じゃなくてもう1人他に人がおって、うんうん、3人で行って何食べたいって言われたので、うん、私はよし、うん、うなぎにしようって言って、うなぎがいいですって言ったん、うんうんうん、そしたら、まあ、うん、うなぎ屋になったんやけど、うんうん、なんかもう一人の人が、うなぎ大好きなんですねって言ってきて、うん、でもなかなか食べられないんで大好きなんです、うんうん、めっちゃ美味しいとか言っとったら面白いそれがちょっと待って、そのくだりが面白すぎてもうあと何もないよなんかおかしかった今おかしかった、おかしかった。おかしかったよな、おかしかったよな。うん、何やもう一回やって。え、何どこから、どこからどこまでが面白い。めっちゃうなぎ大好きって言う。え、うなぎ、うなぎっていうの大好きなんです。何食べれますか。これが何だったんかな、それが。なんで。どこかどこかじゃあそうって言った途端に、うん、その、うん、行こうかって言ってくれた男の人が、うんうん、あのねもっちゃんうなぎなんてタレがうまいだけだからちょっと整理しよう、もっと攻撃場にさもっとこのどっぷりなんですけどあれうんうんうんあれもちゃんとそれガムかみながらなんか面白い信じられやんやろ
どこを信じられやんって言ってわかいや、うなぎ大好きですって言ってる人を目の前にあのね、もっちゃんうなぎなんていうのはタレがうまいんだよ、タレが第2幕やけどこれはサバでもアジでも一緒って言われた。それはない、それはない、それはない、うんうん、それはない、うん、あかつ私の言い方が分かんない。サバでもアジタレではちょっとそれはえ、でそれ言われてなんて言ったん？え、そうやって言われて、うん、そうですか。いやいや、なんか、なんとかしてその場を取り持つというか、うんうん、そんなことないですよ、めっちゃうなぎ美味しいですって言った、うんうん、いやタレだねタレ、まだ和田かかってくる、雲なぎ論やわって言われて、なんか私お店の人に聞かれたらどうしようとか思って、うん、何を聞かれるの？え、タレしか美味しくないっていうその話よな。そう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 。店の人が聞いたらな、うん、あ、そういうことな。うん、いや、それはないよ。え、私白焼きも好きやね。白焼き食べるの。何白焼きって？うん。白焼き食べるよね。うん、タレついてないうなぎ、焼いたうなぎ。焼いただけの。ムニエルみたいな。ムニエル。あれ。ムニエルはなんかバターとかでやってあるやん。うんうん、本当にさ、焼いてあったっけ、うん、白焼きで、でお醤油とわさびとかつけて食べる、へ、うん、おいしいで、おいしいよな、あ、食べたことないわ、おいしいよな、いやで言ったりたい、その人に、いやちゃうかじゃないって言ったって、今でも名前覚えとんね、探したら多分わかると思う、探そううなぎ食べに行きませんかって言ったいっ、鹿の元子ですいつかの元子です。いつかの元子って面白いやめっちゃ面白いね、いいわ、あの時の元子です、頼むわ面白いね、うん、面白い、くだらん、でもうなぎはサバとは違う、違う、絶対違う、うん、違う、うん、違う、違う、違う、うん、それ結構信じとんないけど、タレ、うん、タレも重要やけど、サバにつけても一緒じゃないやろ、うん、違う、なんかこう秘伝のタレで、こう継ぎ足し継ぎ足しで店主の勘で作ってるっていうかタレだから、うん、タレがうまいだけだけに力こもっとった、うん、違う、うん、それはじゃあ来年の女子川の花見で、うんうん、あの、うんうん、さ、あのうなぎを買ってきて、やろ、なそれ、うん、最高、うん、そうしよう、うなぎな、そうしよう、うなぎな、うん、また食べに行こう、うちも、そうやな、うん、そうしよう、そうしよう、行こう行こう、うんうんうん、はいはい、はい、そういうことでまとまった、最後も誰が締めんの、あかりちゃんが締め、私が締める、はい、そうそう、じゃあ本日もこれで、うん、とてもくだらない花見の話なのかうなぎの話なのかわからないのんべんだらりを終わりたいと思います、また来週、はい、また来週。